日本神奈川県横浜市中区、西区花崎町花崎町は、横浜市の町名。現行行政地名は、花崎町1丁目から花崎町7丁目で、1から3丁目は中区、4から7丁目は、西区に属する。住居表示は、未実施。郵便番号は、中区花阪町は231-0063、西区花崎町は220-0022。 南北に細長い地域で南が一丁目となっている。紅葉坂が草海となっており、南側が中区、北側が西区となる。本町小学校のガス事業発祥の地の石踏み JR 根岸線。市営地下鉄桜木町駅に近い一角で、駅との間は桜川新道、国道16号の下を通る野毛地下道で結ばれている。 野毛町に近く、飲食店などが集まる。1.2丁目の境には、平戸桜木道路が通り、2丁目付近の路地には、神奈川県立音楽堂方面に行く、音楽通り、野毛山動物園方面に行く、動物園通りなどの名が付けられている。3丁目にある、横浜市立本町小学校には、日本のガス事業発祥の地の記念碑がある。 地下鉄高島町駅紅葉坂から国道1号、高島町交差点付近にかけての桜川新道の内陸側に沿い、南北に細長い町域を持つ。4丁目の花咲団地は1958年に当時の日本住宅公団により建設され、2008年からは建て替え事業が進められている。5から7丁目にはオフィスビルが多く見られ、7丁目には 横浜市営地下鉄高島町駅がある。面積は以下の通りである。1864年に野毛山に近い海岸を埋め立て石炭倉庫が建てられた。1870年から5年にかけて石炭倉庫が取り壊され、1872年に花坂町が新設された。地名は隣接する桜木町や、かつて町内を流れていた桜川から取られた随称地名である。 桜川は後に埋め立てられ、桜川振動となっている。1889年4月1日に横浜市に編入。1927年に区政施行され、中区花坂町となる。1944年4月1日、文区により西区が新設され、北半分の4から7丁目が西区に編入された。 2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。